甲州金山の採掘を家業としており、その昔は武田信玄様にもお仕えしたと申しておりました。甲州金山の採掘をしていたと。
何か。彦口さんと申されたな。あなたが狙われたことから見ても、父上の身に何か変わったことがあったのかもしれない。父の身、どうしてでございます。おい、周作、おい、周作、しっかりしろ、周作。あ、おじちゃん、どうしたのだ。どうしてもこうしても後ろからあっという間に手代の五六は連れて行かれたのでしょうか。あなたの身代わりだ。近江さん、この子の父も金山に関係があり、行方知れず。では私の父もこの子と同じようにでなければよいが。お願いでございます。私のうちお立ち寄りくださいまし。もちろんです。おじさん、このお姉ちゃん、どうしたの？お姉さんはね、このおじさんに助けられたね。じゃあ、顔を出したんだね。うん。おっ、これはどうしようにした。こんなドジュミに貼ったっていうのに、こんなお宝までいただくなんてな、おい。おああ、相手が悪かったまでだ。お前たちのせいではない。どうだ、酒もあるぞ。こいつには目がねえんで。今度あの産品があったらただお金ですからね。おい、これ細いよ。これ本当にもう細いとこだよ。あ、こいつは頼む。私の家でございます。お父様、どうなされた。お父様、お父様、お父様、近寝です。元気よ。あんまり元気な顔じゃないな。ほら、笑ってみなよ。バーン。その調子、その調子。あたしにも生きていればちょうど周作さんぐらいの弟がいたわ。いつもあたしを笑わせて。へえ。死んじゃったの。崖から落ちて。俺
ところであなたはこれから。ここで父の帰るのを待ちます。あなたを狙ったのは甲賀の忍者ということは、連れ去られた父上が忍者の意に従わぬため、あなたを捕らえて父上を脅迫する方法を取ろうとした。ここにいては危ない。親一人子一人、私にはどこと言って行くあても。ここから甲府までは三里の道のり。甲府には私の存じよいのものもある。一緒に参らぬか。はい、それがいいや。ねえ、お姉ちゃん、一緒に行こうよ。え、夜明けにここを立とう。おいら眠たくなっちゃった。男を取りましょう。おやすみなさい。よくやったな。さすがは女ながらも甲賀十三人衆の一人、かげろうよ。タガネ屋彦六の娘と信じ込んだ隠密は何の疑いもなく例の部屋に。幼鳥早く甲府に、命を絶つのは今夜の。またとない機会だ。ましてここは甲賀者が作ったからくり屋敷、必ず仕留める。源蔵殿、その緩みが禁物。隠密の手にかかって果てた七人、いずれも今一歩の緩みから命を落としたのです。およう、雲の源蔵の手並み見せてやろう。支度をせいと。
周作。わしはお前の父じゃ。おいら、おとんの言うこと聞くぜ。隠密秋草新太郎は父の敵じゃ。殺せ。秋草新太郎を刺し殺せ。まだ役に立つからくり屋敷だが、隠密の命と引き換えなら惜しくもあるまい。この屋敷もろとも甲賀流秘伝の火薬の威力、およ見るのは初めてだろう。この子供は隠密を引き止める餌だ。隠密と一緒にグズグズするな。お前は変を追って大音声術を用いて隠密を屋敷内に引き止めろ。私は近村に火薬の用意をする周作さん、助けてあげる。隠密と一緒にお前まで道連れにするにはあまりにも不備。およ、何を。隠密を殺せと龍四郎様の言いつけ。でも子供まで一緒とは言わん。そこをどけ。大切なおとりだ。どかん、子供は逃がしてやる。仲間とて容赦はせんぞ。子供をおとりにせずとも隠密はやれる。やめろ。火薬に火がつき、すり橋も降りて、隠密は間もなく来る。周作。よし、逃がしてあげる。逃がせ。おじさん、早く行けないよ。
め。おい、女忍者。忍者雲の現像、また会おうぜ。